幻想文学とは、象徴主義の画家デュスター・ブ・モロー、オイディプスとスフィンクスゴシック趣味に基づく、超自然的現象を装飾文体で語るゴシックロマンスでは、マシュー・グレゴリー・ルイス、アンナ・ド・クリフなどが挙げられる。また、近代小説と分類される作家では、ゴーゴリ、ドストエフスキー、ディケンズ、日本では、夏目漱石、森鴎外、芥川龍之介、川端康成、 谷崎潤一郎などが超自然に財を取った作品を残している。この分野では、モダニズムの作家であるカフカ、ナボコフ、ベッケット、プルースとジョイスらの作品が幻想文学に位置づけられることもある。また、自称を現実世界への無意識の侵入をテーマ化するシュルレアリスムも含むことがある。ただし、定義の範囲を最も広げて、 神秘的空想の世界を描いた文学全般とすると、その範疇はかなり曖昧になる。神話や民話、偶話、女児詩の一部にもその傾向はある、とも言える。近代以前では、ローレンス・スターンのトリストラム・シャンディも幻想文学とされることがあるので、近代小説成立以前にも多くの幻想文学作品が存在していた、とも言える。現代に入ると、 ポストモダニズムの宣伝となる古来からある神話的、民話的モチーフを取り入れ、空話風の作品を書く作家が現れた。代表的なものとして、カルビーの我らの祖先三部作や渋沢達彦のタブキ、ウィンターソンのアンジェラ・カーターなどが挙げられる。これらと並行した時期に南米のマジックリアリズム作家、ガルシア・マルケス、ホルヘルイス・ボルヘス、マヌエル・プイグ、 補正度のお空がいる。幻覚を扱った作品では、いくつか類別することができる。ジェラールド、ネルバル、オーレリア、夢の旧作、ドグラマグラ、色川舞台、狂人日記は狂気や精神障害、作乱による幻覚を扱った作品である。ウィリアム・エス・バローズなどは、ドラッグによる幻覚を扱った。他には、事象が幻覚であり、 現実に起きていないことを認識した上でその幻覚を描く作品を内田百夜碑の形像が残している。神の啓示や霊的なもの、天使、悪魔、魔女、魔術、錬金術などにまつわる物語については、神秘文学、オカルト文学といった呼び方をすることもある。風刺のために架空の土地や世界を物体にしたり、 空想的な冒険を描く作品として、シラノ・ド・ベル・ジュラック、太陽の諸国諸帝国や、ジョナサンス・スウィーフとガリバー・旅行記なども幻想文学として扱われる。サド、マゾフホバタイユ、アンドレ・ピエールド・マンディアルグといった性愛の幻想を描いた作家も、単美、異端といった表現で幻想文学に入れられることもある。いち早く幻想文学理論をまとめた。 シャルルノディエツベタントドロフは、MR ジェームズや、オルガライマンなどを弾いて、幻想とは、現実と想像の間で読者に、ためらいを抱かせるもので、それは、恐怖と、脅威の中間にあるものとするが、HP ラブクラフトは読者に誘発する感情の、強さのために、恐怖を、重要視し、ピーター・ペンゾルトや、カイオワも、恐怖や、キーの感情を幻想の要素としている。マルセル・シュネデール、 フランス幻想文学史は、幻想とは、内容の空間を探求するものとする。フランス語のファンタスティーク、英語のファンタジー、ドイツ語のフォントジーなどは、それぞれの歴史的経緯から意味は、全く同じではないが、元はギリシア語のファンタスティカから、ラテン語のファンタスティコムを経て生まれたと推測されている。幻想文学的作品に、ファンタスティークの語を用いるようになったのは19世紀。 フランスロマン派の人々で、この分野の研究はフランスで進み、ツベタントドロフ、幻想文学論助説、イントロダクションアラリトラチュア・ファンタスティ、1970年、が各国に翻訳、紹介されて、ファンタスティックの語が、文芸用語として認知されるようになった。日本では、哲学児で、ハルシネーションの訳語として、幻想が使われたが、その後心理学、哲学の領域では、 幻覚に定着。低造映画時点でファンシー、ファンタザム等の訳語として幻想が使われた。幻想文学の源流である神話や民話においては、アニミズムに基づく精霊や妖精の物語が生み出された。ホメロス、オデュッセイアでは地獄が語られ、ギリシア悲劇には幽霊が登場し、宗教書では霊や予言者や魔女の物語があり、 また多くの狼男や、吸血鬼、変身などをテーマとする物語が作られてきた。またヨーロッパでは、アーサー王伝説も広く、題材に取られ、アレクサンドロス大王陶世紀をもとにした、東方の脅威に関する伝説や、プレスタージョン伝説がアジアへの幻想をかき立てた。18世紀初頭には、フランスの東洋学者、アントワーヌ・ガランにより、千代人よ物語が紹介され、 カーリダーサによるサンスクリット劇、シャクンタラー姫は18世紀後半から英読フッツ語に訳されてゲーテラに影響を与えた。1819年にはフランツボップによりマハーバーラタから奈良大物語がラテン語訳され、続いて各国語に広く訳される。ラブレーの風刺と嘲笑の物語、ガルガンチュアルネサンス期には人文主義者、 トマスモアが理想と風刺の題材としてのユートピアを表し、フランソアラブレイによる民間伝承をもとにした超人的な巨人の王によるグロデスクな笑いの物語、ガルガンチワとパンタグリエルが民衆の人気を得た。フランスでは16、17世紀にはシャルル・ペローによる民話収集などのほか、民衆による迷信的な物語の延長上の不可思議物語が栄え、 18世紀には、ジャック・カゾットやサドなど、想像力豊かな作品が生み出されていた。グリム兄弟は、ドイツの民間伝承を収集して、子供と家庭のメル編集などとして観光し、ハイネも、精霊物語で、ゲルマン民族の古代神を取り上げ、続いて、流刑の神々では、キリシアの神々について述べ、また試作に反映した。ルートビヒティ・クラは、 民衆本の民話などを題材にして創作した、クンストメルヘを生み、自然財産の思想を育んだ。ゴーゴリは、当時ロシアで流行していた、故郷ウクライナの伝説をもとにした創作、ディカーニカキンゴーヤワで人気を得た。近代におけるその系譜は、例えばイギリスのゴシックロマンス、ロマン派などといった潮流となり、19世紀には、後期ロマン派、特に ETA ホフマンの作品が、 各国に大きな影響を与えた。19世紀には幻想文学論、文学における幻想についてを書いたシャルル・ノディエやテオフィル・ゴーティエラ賞ロマン派と呼ばれる作家たちが活動し、コント・ファンタスティックという分野を形成する。また、スウェーデン・ボルグなどの神秘思想に影響された作品や悪魔崇拝を題材にした作品も生まれた。ドイツやフランスのロマン派作品が翻訳された。 イギリスでは産業革命によって推し進む合理主義社会で人間性回復のための文学としてジョン・ラスキンなどによる妖精物語が復権する。さらにラファエル・ゼンパやフェビアン教会のキリスト教的社会主義の影響を受けながら昔話とは異なる別世界を舞台にしたチャールズ・キングスレー、ルイス・キャロル、ジョージ・マクドナルドなどの物語が生み出された。 世紀後半には象徴派のリラダンなどによる作品が生まれ、20世紀にはハンス・ハインツ・エーベルスやフランツ・カフカなど表現主義作家の作品、アンドレ・ブルトンらのシュルレアリスムやデーモン・ルーセルの実験的作品が書かれた。ロシアではロマン主義や象徴主義の影響を受けたプーシキン、ウクライナの伝説を小説化したコウゴリ、チェーホフ、 アレクセイ・ニコラエビッチ・トリストイラの回帰的、幻想的な作品がある。20世紀にもザミアーチンやウルガーコフの風刺的な作品が書かれたが、社会主義リアリズムによりほぼ目殺される状態が続き、ソビエト連邦の崩壊によって、それらの再評価がなされている。中国においては、陸朝時代の送信機などの司会小説、東大の優先など、多数書かれた。 電気小説といった伝統があり、元、秋代には、西遊記が成立し、新代には、両祭詩意が書かれた。日本においては、仏教説話集、日本礼域、古代説話を集めた、根尺物語集などから、江戸時代には、上田秋成、宇右月物語や極定馬金、乱走里見八賢伝など、回帰的、電気的作品が書かれ、それらのイメージは、 歌舞伎や浄瑠璃を通じて広まった。明治時代にも、泉強化岡本軌道などの伝統に基づいた幻想的な作品が書かれ、三遊亭窓川ドカの和芸も文学的評価は高い。これらは、科学的知見の進歩と,とともに、リアリズムからは徐々に乖離していくが、なおも幻想であることを認識した上での文学作品として現代まで書き継がれている。 朝鮮では17世紀以降、陳清伝、後期地道伝など、幻想的なハングル小説が書かれ、19世紀末頃からは、リアサ、日本、独裁政権などの抑圧に抗した空和的、風刺的な作品が、暗黒禅、リミ、久サ牧陽光などによって書かれている。現代中国文学では、幕言の受賞理由となった作品中に矛盾を払みながら、 物語が進展する幻覚的リアリズムや作家残雪の独自のリアリズムも幻想文学に近い位置にあると言える。一方、メールシュトレームに飲まれての海の大渦の幻想19世紀になると産業革命によって生まれた都市労働者の読書欲を満たすためにイギリスのペニードレッドフルやアメリカのストーリーペーパーやダイムノベルといった定期観光物として 廉価な大量生産的大衆小説が数多く生み出され多くの怪奇小説や冒険小説が爆発的な人気を得た。またエドガー・アラン・ポーやジュール・ベルヌなどによって科学的脅威による幻想の物語が生まれ SF として発展を遂げたが SF とみなされている作品が国際幻想文学賞を受賞するなど独自的な幻想を描く文学としても認知されている。 推理小説においても、一見不可能に見える犯罪や奇妙な動機が様々な幻想を喚起することがある。アフリカでは20世紀以降、エーモス・チュツオーラ、ソニー・ラブタンなど、交渉文学の伝統をもとにした、マジックリアリズム的な文学が生まれている。極低キン、鎮接弓張り好き、ストクインの音量大象末から、昭和初期にかけて、雑誌、新青年などでは、 江戸川乱歩や夢の旧作などの回帰幻想趣味、あるいはエログロナンセンスと呼ばれる作風が一世を風靡し、また日夏光之助は神秘文学、会派文学として東西古今の回帰、幻想作品の紹介を行った。国枝史郎などによって電気小説というジャンルも生まれる。1950年代から渋沢達彦によるフランス文学における 幻想小説、怪奇小説の紹介、平井定一による、英米怪奇小説の紹介が始まり、1956年に、早川ミステリで、幻想と怪奇英米会談集2巻が刊行。並行して、渋沢の創作、犬狼俊や、中井秀夫、トランプタン連作などが発表され、1966年に、 世界の異端文学が刊行されて、渋沢の存在が注目され、徐々に分野として認知されるようになった。ミステリーマガジン誌では1967年から、定期的に幻想と回帰特集が組まれ、1968年には、千と原総創刊、1970年代には、ユリイカ市場での渋沢達彦、種村末広、由良くんちゅらが、読者の空想をかき立て、 木田純一郎、荒又博社編集による世界幻想文学体系が出版される。中間小説誌でも赤江幕や皆川博子がデビューし、1973年から1974年には雑誌、幻想と外奇が発行、S、海マガジン誌では山尾優子などが見出された。九百八十年頃からは日本の明治以降の文学作品の中における、 幻想的な作品を幻想文学として位置づけたアンソロジーも出版されるようになり、1983年には機関誌、幻想文学が発刊、出版界におけるジャンルの一つとして確立されるに至った。しかの世界においては、中井秀夫に見出された塚本邦夫や寺山修司らの前衛大化運動により幻想的な表現が注目された。 1980年代以降では、村上春樹、田和田洋子、長野真由美、諏訪哲次などの作品に取り分け史的な幻想性が見られる。ABE ブリタニカ国際大百科辞典、昇項目辞典、なお、日本に目を向けると、日本の古事記にも、そういった要素が含まれている。ツベタントドロフ、幻想文学論序説に幻想の定義、篠田千ち編。 のりえ幻想短編集、岩波初見1990年、渡辺明正田薬国書観光会1987年、篠の立脇、フランス幻想文学の総合研究国書観光会、1989年、千葉線はじめ、渋沢達彦と、中井秀夫、風間県二編、ビクトリア朝妖精物語ちくま書房。 1990年 https コロンスラッシュスラッシュ www.nobelprize.org スラッシュプライジスラッシュリテラチュアスラッシュ2012スラッシュサムマリースラッシュありがとうございます。